どうも、イリです。今日はですね、座標ゼロの地点には一体何があるのか、どこにたどり着くのか、行ってみたいと思います。座標はですね、一応この画面右下にあるミニマップにも書いてあるんですけど、マップの開いた時の右下にも一応書いてあるこの数値ですね、これが全て3つともゼロの地点を目指して歩いていきたいと思います。それじゃあやっていきます。で、今こちらはですね、監視砦にいるんですけど、ワープしてきたら案外近いところにもうすでにいますね。特に Y 軸なんてもう一瞬で着くしない？これ割と近そうだから歩いていくか。え、待って、Y 座標、待って、もう着いたわ、ここだ、早っ。次 X、 このままいっか、マイナス240ぐらいか。いや、このね、座標ゼロの地点に行くって今までなんで気づかなかったんだろうって思って、他の方でも多分やってる人いないと思うんだよね、僕が調べた感じで。今回のこの動画マジでどこに着いたとしても絶対にあげます。たとえそこに何もがなかったとしてもあげてると思います。まあ、本来こういう動画って基本ね、調べてから何かあった場合にはやっぱ撮ってあげるっていうのが理想だと思うんだけど、そうじゃないとね、やっぱ何もなかった時動画にしづらいと思うから。けど僕は今回ね、マジで何も、ま、待って、え、もう X0、 ちょっと Y がずれてるね。え、やばい、待って、頭バグりそう。とりあえず Y0 でしょ。え、ここなんだけど、え、何ここ、ここです。なんかある、これ、上空には何かある、上空にも何もない、地下は、これ地下なんかあんのかな、ここ、え、上何もないよね、何もない。でも一応ね、ゼロの地点で言うと、この3つ目18って今なってるの、これ高さなんだけど、下だね。でも18ってことは本当にすぐ下だな。床抜けバグで一回いけるかやってみますか。最近はですね、結構動画を撮るってなったら、ちゃんとね、YouTube で調べてから撮るように、するようにしてるんですよね。っていうのも、僕が、ティアキンで一番バズったと言える、何も知らないで、竜の背中に乗るっていう動画が、ちょっと軽くね、まあ、僕の中では結構バズった方なんですけど、あの動画のコメント欄に、笑顔のさんのパクリじゃんみたいなコメントが、まあ、2件ほど来て、で、僕、そのコメント来たから、さすがに検索してみたら、もうね、僕より、もう何十倍も登録者が多い、もうめちゃくちゃ人気な YouTuber、さんがもう本当に全く同じ企画を、しかも僕がアップロードするよりも数日前にやってて、まあ、確かにそれはパクリだなって思われてもしょうがないなと思ったんだけど、これマジでパクリじゃなくて、まあでもね、さすがに他の人から見たら確かにね、そう疑う気持ちもわかるから、しょうがないかなって思ってるんですけど、本当それ以来はね、結構調べるようにちゃんとしてます。っていうかね、そんなこと言ったらマジでティアキンなんてほとんどもうバグ紹介の動画とかもうみんな、みんながみんなあのバグを自分で見つけてたら、またしもなんだけど、もう同じようなことを、で、あれは絶対に、絶対とか言っちゃいけないんだけど、もう他の人の動画、でも再生回数、ってんだと思うんだよね。いや、わかんないけど。そんなことよりもやっていこう。では、スクラビルドで、これ結構ね、慣れました、僕。ここがね、結構むずいんだよな。ここが結構コツいるんだけど、マジで難しい。なんかね、多分感覚的にはギリギリ縦構えるぐらいの方が成功するような気がするんだけど、あー、来た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 。オッケー。じゃあ、操縦桿を、00の地点に置きたいね。どこだ？ここ、ちょうどここだね。うん。オッケー。では、行きます。これで、あと戻れ子を10秒ぐらい。1、2、1、行きますか。さあ、乗って、行きます。18もでも下がれるかな、これで。え、どこ？待って、この下って水なの。やばい。あとマイナス6なんだけどな。え？ギリギリいけない。ちょっと、あ、でもここで操縦桿乗れるな。ここでもう一回やってみるか、同じこと。戻れ子使って。あ、使えないわ。あ、ここダメなんだ。てか、すごいな。めっちゃすげえ。なにこれ。こんな感じになったの初めてだな。すご。待って、ちょっと気持ち悪いな、結構。ってことは、まあ、地上から行ってもたどり着けなそうだね。水があるから。じゃ、地下から行ってみるか。いや、ほんとはね、僕もバグとか紹介して、マジで再生回数した気持ちはめちゃくちゃあるんだけど、でもね、それ、僕がそれをやったら結構終わりかなって思ってるから、もうやんないようにして、頑張ってね、こうやって。いろんな感じで小ネタ的なことを見つけて、動画頑張ってんだけど、いや、バグ紹介してーなー。てか、バグ見つけたい。もうバグ見つけたらさすがに紹介するけどね。誰もやってなさそうなバグだったら。座標の位置的には一応この辺なんだけど、やっぱでも、え、無理だよね、これ。なんであそこが00なの？わかんない。でも多分、地下からも行けなそうな感じするけどな。一応上空の方にも来てみましたけど、なんもなさそうなんだよな。なんなんだろう。なんで任天堂さんは、ここを座標0として置いたんだろう。あ、マップの真ん中だ！
あ、そういうことか。そりゃそうか。パッと見だけどこれマップのど真ん中だね、多分。え、そういうこと？すいません、多分そういうことだ。すいません。ということで、ちょっと分かる方いたら教えてください。なんでこの辺が00になるのか。まあ、多分僕の予想ですけど、ちょうどマップのど真ん中だからなのかな、きっと。だと思います。ということで、コメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。